小倉南区のぬき山のふもと。曽根、ぬき、田原エリアは広大な曽根平野が広がり、昔から多くの人々が生活を営んできたところです。ここではエリア内の施設やイベント、この地が輩出した世界的気象学者を紹介します。ぬきエリアには文化記念公園があります。ここは市政20周年記念事業として設置された公園で、園内にはプールや運動場だけでなく、日本庭園や遊具広場、会議室も備え、レクリエーションやスポーツの拠点として市民に親しまれています。曽根エリアは気象の分野で世界的な人物を輩出しています。藤田哲也、ミスタートルネードと称される気象学者藤田哲也は、火口噴流や竜巻の世界的権威として知られています。旧曽根村に生まれ、日本で原子爆弾の被害調査などを経た後、渡米し竜巻の規模を示す F スケールを考案しました。出身校の九州工業大学には、藤田博士の業績や遺品を展示したギャラリーがあり、地元にはその墓もあります。曽根、田原エリアの中心部、 JR 下曽根駅前の商業施設付近で毎年秋開催されているのがモール大通り音楽祭です。地元の子どもたちによる合唱や中学生による楽器演奏、小倉南区の食材を使った秋の収穫祭、屋台出店、健康何でも相談コーナーなど、家族で楽しめるイベントです。かつて下曽根駅周辺はモール大通り音楽祭が行われる南口ではなく、北口を中心に発展していました。駅前には国道10号が通り、旧北九州空港や工業団地の整備など、町の開発は北側を中心としたものでした。現在は下曽根駅南側に曽根バイパスが通り、大型商業施設がオープンしたことで、南側の宅地開発が一気に進みました。この半世紀で急速な変化を遂げたこのエリア、世界に誇る気象学者を輩出したこのエリアは、北九州空港跡地の開発や道路の整備などにより、今後も進化を続けていくことでしょう。